皆さんこんにちは。今回なんですけれども、メッシとバルサについてお話ししたいと思います。はい、今回はですね、まあ、メッシについてというところで、連日ですね、こちらのチャンネルではこのメッシのバルセロナ対談騒動について取り上げさせていただいておりますけれども、今週の、ね、水曜日ですね、現地時間、この日にですね、まあ、メッシの父親であり、代理人でもあるホルヘ・メッシ、そして、バルセロナのジョゼップ・マリア・バルトメウ会長がですね、会合を開いております。で、まあ、メッシサイドはですね、まあ、ホルヘ・メッシと、メッシの兄弟であるロドリゴ・メッシ、そして、バルサ側はですね、まあ、バルトメウ会長とダイレクターのハビル・ボルダスっていうね、まあ、この方々はですね、まあ、会合を開きまして、まあ、メッシのね、去就未来について話し合ったというところになっております。でですね、まあ、この会合がまあどういったものだったかというとですね、そんなにこうギスギスした空気関係ではなかったようで、割とこう、まあ、友好的なね、和やかなムードって言うとあれですけれども、まあ、そのメッシの未来についてね、両者が話し合ったというところになっております。ただですね、まあ、結論というか、まあ、結果としてはこのミーティング、まあ、会合が開かれてから何かが変わったかというと、まあ、変わっておりません。というのもですね、まあ、バルサはですね、依然としてメッシが2021年夏までの契約を結んでいると主張しておりますし、移籍するのであれば、まあ、契約解除金7億ユーロが必要だと、そういった主張をね、貫き通しております。一方ですね、メッシは8月25日に送った、まあ、プロファックスでですね、まあ、すでに対談の申し出はしているし、毎シーズン終了時に、フリーの身になれるっていうところで、自分たちはもう、まあ、メッシはバルサの選手ではないといったね、主張をね、貫いておりますので、まあ、そこの両者の意見の相違っていうものはね、まあ、埋まっていないというところがね、実情だと思います。スペインのね、メディアではですね、まあ、特にマルカなんかではですね、この会合の前にですね、アンケートが行われていたりして、まあ、それによりますと、まあ、一番ね、票を集めたのは、メッシがですね、まあ、移籍金、で、まあ、まあ、これはね、サラリー含めてっていうところかもしれないですけども、まあ、1億ユーロか、2億ユーロくらいはですね、まあ、置き土産にして、まあ、バルサを離れるっていうところ、まあ、これが決まるんじゃないかといったね、予想が立てられていたりもします。またですね、他のアンケートでは、メッシが2020-21シーズン、まあ、グロディラ監督の下でプレーすることになるだろうか、あるいはね、まあ、マンチェスター市に移籍するだろうかといった質問に対してですね、まあ、76% がね、イエスと投じておりますから、やっぱりですね、このメッシの、まあ、移籍っていうものはですね、まあ、周りから見ると、割と規定路線になってきているといったね、ところがあります。となるとですね、いやー、森田さん、ちょっともう本当にメッシはバルサに残らないんですかと、残る可能性はないんですかといったですね、ご質問がなんか飛んできそうでもあるので、ちょっと違う観点からもですね、情報をね、お知らせしておきたいと思います。こちらですね、アルゼンチンのメディア、TYC スポーツですね、これこの前このチャンネルでも少しお伝えしましたけれども、そもそも、まあ、今回のメッシのバルサ対談騒動の、まあ、きっかけになったというか、メッシのプロファックス、バルセロナのプロファックスっていうものが届いたというのをすっぱ抜いたのはね、このメディアですね、 TYC スポーツなので、そこのですね、マルティン・アレバロっていうね、ペリオディスタ記者の方がですね、アイウンドメットプロシェントでオプシュネスでケレオシがエンバルセロナ、つまり、バルサでメッシがバルサに残る、バルサでプレーし続ける可能性は90% あるよといったことをですね、言っておりまして、そうなってくるとですね、まあ、2021年の夏まで、来年の夏まで、メッシはですね、バルサに残って、来年の夏にですね、まあ、フリーで移籍することになるんじゃないかっていうね、予想がね、立てられて、いたりもします。と、まあ、このようにですね、まあ、ちょっと情報がね、まだまだ錯綜しているところがありますし、この後どうなるかっていうのはまだわかりません。で、これは結構ですね、状況としては長引くんじゃないかといった予想も出てきておりますし、まあ、僕自身もね、今のところそう見ています。一方でですね、バルサはですね、選手とのね、放出っていうものを少しずつね、やってきていて、セビージャへの、まあ、アラキッチのセビージャへの移籍が決まり、ただこれ移籍金固定額150万ユーロで決まったみたいなんで、ちょっとね、このモンチにうまく入れられてしまったなとか、買い叩かれてるなと思ったりもしますし、またですね、ビダルはもうインテル移籍に近づいて、続いていて、どうやらコンテ監督はね、ビダルとカンテでダブルボランチを作りたいみたいなところがあったりもするようですし、またですね、ルイス・スアレスですね、
で、スアレスは、まあ、ユベントス的に近づいていると言われていて、まあ、3年契約で合意でしたかね。まあ、個人合意、あるいは基本合意に至ったみたいな報道も出ていますし、ただ、この、ここのポイントとしては、まあ、フリーで移籍できるかどうかっていうところで、まあ、ユベントスと、まあ、スアレスとしては、まあ、フリーで移籍したいっていうところが、フリーで移籍を決めたいっていうところがあって、で、バルサは今のところ、まあ、それにはイエスとは言っていないんですけれども、ちょっとこの、メッシ対談騒動にね、気を取られているうちに、このラキティッチの例から言ってもね、スアレスに関してもね、こう、買い叩かれる可能性は僕は結構あるんじゃないかなと思っているので、そうなってくるとね、先日もちょっと言いましたけれども、少なくとも MSN のうちのですね、まあ、ネイマールと、まあ、スアレス。で、スアレスはもうね、クーマン新監督の構想に入っていませんから、ほぼこの夏にね、移籍することになると思いますし、となるとやっぱり残るはもうメッシだけで、メッシを残留させられるかどうかっていうところにね、バルトメイク会長は 100% 集中することになるんじゃないかなと見ております。